どっちかっていうと、福野さんの方が、はい、なるほど、はい、参考にさせていただいて、なるほど、はい。おはようございます。お久しぶりです。どうですか、体調大丈夫ですか？まあなんとか。はい。日本唯一の気象神社の。はい、気象神社、氷川神社。どこにあるんですか？高円寺にあるんですよ。すみません、わざわざありがとうございます。晴れ守り。ああ、今日もこれで晴れましたね。天山のワッペンを。ありがとうございます。どっちかなんですけど。お待たせいたしました。江戸駅の旅でございます。すいませんでした。後ろスプレーとか塗らないんですか？あ、塗らないですね。塗らないと刺されまくる。ああ、お昼ご飯ってどの辺がいいんですか？あんまり向こうに寄っちゃうと宝楽さんとの時間空けたいじゃないですか、ある程度。そうなるとだから中間がないんですよね。前半か後半にあるんですよね。そうなんですよ、はあ、いや、その辺はお任せします。はあ、あ、それ他の靴なんですね。あ、はい、かっこいい、なんか歩きやすそう。こっちの方が良かったんですけど。へえ、でもこれかっこいいな。これ唯一難点がここで出てるじゃないですか。あ、出てますね、かかとが。木とかでたまにこう引く。ああ、なるほど。ガーミン使ってらっしゃるんですか？あ、はい。あ、YouTube で見てますか？あ、それはです。あ、ありがとうございます。もしよろしければワッペンがあるんで。あ、すみません。いいですかね、かかっちゃって。じゃあ、いいですよ、いいですよ。偶然で今日来たら。そうですね、僕告知してないんで、今日。視聴者さんと一緒に今日は登るっていう企画なんで。本当に今日はなってるやつ。あ、いやいやいや、いやいやいや、そんなことないですよ。あ、まずマスク来たの。あ、いいっすよ、いいっすよ。じゃあどちらか、すいません、選んでいただきます。あ、この間高尾行ってましたよね。行きました、行きました。その日来てましたよね。偶然行ってて、告知を知らないで行ってて、その時はやっぱり一人だったんですか？いやいやいや、ゆっくり行きましょう。トイレとか大丈夫ですか？あ、行きます。そっか、トイレ行ってきていいですか？あ、私は、帰りはそうですね、1号路で、最後リフト乗って。リフト怖くありませんでした？いや、まあ。あ、そうです、大丈夫ですか？はい。前もこれ行った時にも言われたんですけど、レバーは新鮮なやつを市場から買い付けてるんで、あるかわかんないって言われて、あったら一応予約しときますかって言うから、じゃあ予約しときますとは言ってあるんですけど、だから一応席も、予約はしてあるんですけど、西の方へ行くのっていうのは結構アップダウン激しいんですか？ハンノーアルプスは結構アップダウンあるんで、結構なかなかだと思いますけど、根の権現あたりまで行くのでも結構、その前に大高山っていう山があるんですけど、結構きついと思いますね。どっちから行っても同じぐらいっていう感じですかね。まあこっちからのが上り基調だからきつい、向こう側から来る方のが楽ですね、多少。はあ、いやいやいや、着きました。はあ、ちょっと来るには早すぎますね、ちょっと、ね、早いですか？あ、でも遠野線まで行ったら近いんで、じゃあ久住ってところがあるんで、はい、ちょっとちっちゃいんですけど、まあ食べれるんで、そこで食べる感じにしましょうか。武蔵横手駅から上がられてきました。そうです、はあ、多分の電車一緒だったと思うんで。あ、本当に、はあ、僕東阿賀野から来たんですけど。あ、そうですか、はあ、じゃあこれからこっちはこっちで。そうです、そうです、こっち降りて心の数一応取ってみました。あ、ありがとうございます。お気をつけて、どうも。
男梅グミ。はい、猫です。うん、美味しいこれ。どこで売ってるんですか？普通に。うん。そうですね。ここはくすみ坂と呼ばれているところですね。来ました。くすみケルンってやつですね。じゃあここで休憩します。はい、ガツンとは来ないですけど、じわじわ、ね、じわと足に止まってこうやって準備してたらなんかプリプリ、ね、へこへこ。ヒノキボラマルとか。そうそう、はい、泊まりです。あのヒルのヒル深竹山荘、ファミマお母さん食堂、サラダチキンバー、チーズの入ったやつ。行きますか。ああ、26。これ雨、もしあれなら舐めますか？いや、まだ大丈夫ですか？渡しました。大丈夫ですか？まだ、あ、そうですか。来ました。暑かった。じゃあちょっと休憩を。はい、着きましたね。足ね、やっちゃったんだ。なかなか治んなくてね、足も。だから。クリス腱切れちゃったらね、大変ですね。そう、断裂で分かんなくて、音もしなかったし、分かんなかったんだから、切れたの。結構音するって言いますからね。言うけどね、全然しなくてね、捻挫かと思ってずっと冷やしてたの。じゃあお先失礼します。どうも。ご覧ください。お気をつけて。どうもどうも。はい、ありがとうございます。じゃあもう山登り的にはもうこれで終了な感じですね。あとは市街地歩きになるんで。こんにちは。あの文山と申します。はい、そちらがお席です。あ、はい、あ、もしよかったらそちらに置いてもらっても大丈夫なんで、お荷物。あ、そうですか。はい、水道通らないのでそこは置いてください。ここですか。はい、お飲み物お決まりでしたら。ママビールお2つ。お2つで捕まりました。お待たせいたしました。はい、失礼いたします。お疲れ様でした。今日はどうもありがとうございました。乾杯。ご予約いただいたレバ焼きなんですが、はい、タレと塩、お味はどちらで？じゃあタレで、タレで、はい、かしこまりました。はい、私、夜行食いたいです。いいですね。煮込み食べます？そうですね。じゃあ、焦点2つ。あ、それでもいいですね。想像以上にポンコツだったんで、でも我ながらガクッとしちゃって。いやいや、担保できたから。もうちょっと歩けるかと思ったんですけどね。何入れちゃっても大丈夫です。どんな編集でもそうですね。いじっていた。いや、全然。わかりました。エビリオさん、今日はダメダメですって入れといてください。はい、先生、冷ややっこでございます。ありがとうございます。お尻かかってませんのでお好みでおかけください。お待たせしました、レバー焼きでございます。あったかい、こちらからいきますか。炭酸でかしこまりました。
とやっこ。もつ煮込みお待たせしました。生姜お二つですね。レバーうめえ。美味しいですよね。これはうめえだ。次何飲まれます？もうあれですよね。すいません。ホッピーセットいかして。頼みます。ホッピーセット結構一回は中頼みますよね。いや中は最低二回は頼みますよ。二回？はい。プンさん三回頼みますよ。四。あそうです？一回だな中は。結構薄めに飲む感じですね。薄め？いやホッピーセットまず頼むじゃないですか、うん、そうすると中入ってるじゃないですか。でまあ最初はこう半分ぐらいこう入れて、うん、で、ね、飲むじゃないですか、うん、中1回頼んでっていう半分、あとの半分、うん、プンさん4回ですから。あそれを4回やるんですか。外は1個で4回ですから。あえお酒が外4回んえ私がスタンダードだと思うんですけど。多分スタンダードは3ですよ。あ、3ですね。3、中を2回頼むのがスタンダードだと思うんです。ホッピーセット。どうしようかな。ホッピーの、はい、あのセットで、はい、白と黒それぞれ1個ずつ、はい、かしこまりました。そっか。プンさん好きか。白ホッピーのセット、ですよ、はい、こちらですね。こちら黒でございます。2のが確かにリッチというか、ある意味美味しく飲めるのかもしれない。多分お店のあれですかね。そっか、じゃあ一般的じゃなかったんだ今まで。じゃあここに入れるのがあれですよ。あホッピーの。なるほど、勉強になります。ウイスキーはすごい好きだけど、なんかどこの場合行けばいいのか分かんないし。でもいきなりそういうのはなかなか敷居が高いな。いや意外とフレンドリーレバーは美味しいですよね。どんどん行ってください。なんか全然臭みがない。そうそうそう、甘みさ感じるですよね。中を一つ、中を一つお待たせいたしました。エミリオさん、僕食べたんでこれ2個食べてください。これからし僕のが余ってるんでこれ取りますから。この後バー行きますよ、ね、ちょっとチェックしてたんですよ、バーがあるんですけど。クラスあります？あります。12年ハンドベックの左は何？あれはグレンフェディック。ジョニクロの右はタリスパ。ブルックダディストレートでお疲れ様でした。いやこちらこそ、またありがとうございます。どうも気をつけて帰ってください。失礼します。